アルピーヌ V6 ターボはフランスの自動車メーカーであるアルピーヌが1984年に製造開始し1991年まで製造したスポーツカー。1984年まで製造されたアルピーヌルノー A310 の後継者として1984年から製造開始した。フランス本国ではアルピーヌ GTA と呼ばれたが日本国内では 商標権の問題により、アルピーヌ V6 ターボと呼ばれた。ボディは、FRP 製パネルを使用。フレームは、交換性バックボーンで2、2プラス2である。外装は、ウーリエによりデザインされ、フラッシュサーフェイス化され、CD 値は0.28となっている。内装は、マルチェロガンディ2がデザインした。エンジンは、2458cc ターボをリアに、搭載しており、 最高出力 200PS5750rpm、最大トルク 29.6kgm2500rpm であった。2849cc なエンジン搭載のアルピーヌ V6GT も存在する。1989年に内外装を上質化したミル・レミリアを追加。1990年には独自のフロントマスクに。 変更されフェンダーを拡張したスペシャルモデルルマンを追加。1991年にアルピーノ A610 へとモデルチェンジした。日本国内では1986年からルノーの正規輸入、販売代理店でもあるジアクスが販売したほか、生産中止後も若干台数が並行輸入されている。ありがとうございます。